ここがこんもりもっこりして脂肪がついてきてもうガチガチで、お悩みのあなた、今日やる方法をやればすっきり解決します。こんにちは、井上です。今日はこのもっこり方、もうここがもうガチガチに固まって冷えてもはや脂肪がついてきてすごい感じになっちゃうじゃないですか。この肩をスッキリさせる方法、もうね、肩痩せと言っても過言ではないぐらい重要なことを今日お伝えするんで、肩こりで悩んでる人、ここが脂肪でもっこりしてる人、ぜひ今日の方法を一緒にやりましょう。肩がガチガチな方っておそらく肩が原因で肩こりになってるんじゃないかって思ってる方が多いと思うんですけど、実は肩って肩だけじゃないんですよ、問題は。これは一つね、皆さんにお伝えしたいので、僕の真似をしてもらいたいんですけど、両手をこう広げて手のひらを前にこうやって向けた時、この時に肘の内側がどこを向いてるかを見てもらいたいんですよ。僕どこ向いてます？この肘の内側ちょっとこっち向いてますよ、はい、本当は手のひらをこうした時にここの肘の内側は真正面を向いててほしいんですよ。これってもう肩の内旋が起きてるんですよね。なおかつ肩甲骨もこういう感じになっちゃってて、肩がもう前に行ってるので、もうここの筋肉はずっとこうピーンって伸びちゃってる状態になってるんで、血液の流れ、リンパ液の流れも悪くなって、どん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 冷えが進んで凝り固まっていってしまうんで、これをフラットにしていくと肩が柔らかくなっていって、血液循環も正常になって脂肪も燃焼しやすくなるんで、一緒にやりましょう。まず行いたいのは手のひらをこう外に向ける、こうやって。そうするとね、勝手に胸を張るんで、この状態で肩をこうやって回す、肩をこうやって前から後ろに、前から後ろに、これを30秒間一緒にやりましょう。はい、じゃあ数えます、スタート。これはこう手のひらを外に向けることで胸にある小胸筋とか大胸筋がこう伸びる、やっぱ普段こう縮まっちゃってる胸の筋肉を伸ばすのと、肩甲骨が動くと、あと肩甲挙筋もうね、まあ肩の筋肉が動いてますすごく動いてるんで、とてもいいです。なんか一つ一つ言ってたらね、難しいもんねOK、 30秒経ちました次、もっこり首の時に紹介した第一肋骨っていうところ、一番こう肩で自分が触ってもこっと盛り上がってるところがあるんで、そこに手をグッと押し込んで、このまま手をこうぐるんぐるんぐるんとこうやって回す。これを30秒間いきます。数えます、はい、スタート。で、これはこう腕を上げた時にやっぱ肩ってこう上がるんで、それをこう手で押すことでこの第一肋骨を下に押し込める、プラス僧帽筋の上部、ここの筋肉をねこう圧迫して緩めることでね、今これもうあれですから、スーパー圧迫中なんで、これ取れた時血液が一気に流れて筋肉がスーッてなってくるんで、ね、いい感じになります。 OK、 30秒経ちました。 OK、 さあ今度逆、さあここもグッと、一番盛り上がってるところをグッと押し込んで回します。数えます、はい、スタート。いや、これはいいね、なんか一人マッサージだね、本当にこれは。あー、確かにすごくいい。これね、もうあれだから、硬い人はコリ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 言うと思うけど、コリ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 言わせてやってくださいよ言わせてやってください、どんどん言わせてやってください。だんだん言わなくなる、言わなくなったらもうこっちのもんですから。確かに勝ちですね、こっちの、はい、言わなくなるまで毎日やってください。 OK、 30分経ちました。すごいいい感じで、この肘から下がやっぱね、皆さんこうやってんのかな、こうやってるじゃないですか、いろいろ。だからこうね、こっちにこうやって形が固まっちゃって、で常にこう肩の筋肉が引っ張られて凝るんで、ここの尺足手根伸筋が固まっちゃってくるんで、こうをちょっと緩めたいんで、腕のトップ、この一番モコッとしてるここにガシャッとこう軽く、ほんと軽くで、手首をこうやってくるくるくる、皮膚を固定して中の筋肉だけこう動かすイメージですね。そう、片腕で20秒いきましょう。はい、じゃあ数えます、はい、スタート。こうやって手首をこうやってくるくるくる、まあある意味こうなんていうの、まあ、パチンコをこうパチンコのやつかな、こうやってドアノブをこう開けるような感じで。ああ、なるほど、分かりやすい分かりやすい。トイレ、今からこうトイレをこうやって、はい、こうやって何回も入るようなイメージでこう押さえながら入ってますかって、こうやってやってください。
はい、20秒経ちました。スタートの逆、今度こっちに20秒。はい、数えます。はい、スタート。あ、やっぱあれだね、左はこれなんか知んないけど、やっぱドアノブをこう持ってこうやってやるとやりやすい。手のひらを広げとくとやりづらい。やっぱこう癖なんだろうね。ちゃんと開けようとすると手首がちゃんと回る。もうやっぱ筋肉も関節も形状記憶されてしまってるんですね。そうですね。 OK、 20秒経ちました。 OK、 じゃあ皆さん、さっきみたいに横に手をこう広げてみてください。こんな感じでどうですか。僕、肘の内側が、それがちゃんと今肘のね、内側が手のひらと同じように前に向いてるので、こうなると肩の内線がね、ちょっとこう外に広がって肩側に負担がない、ストレスのない状態になるんで、これ毎日やるととても肩がスッキリするんで、ぜひやってもらいたい。腕痩せにもいいよね、すごく。そうですね、いいですね。腕痩せだったり肩痩せとか、もうこの辺のね、代謝を上げたい人にはぜひおすすめなんで、ぜひこれを続けてストレスのない状態を作ってください。このようにアピュランス TV では、今よりも若々しくいたい、いつまでも綺麗でいたい、そんな方々が増えてほしいと思いで動画をお届けしてるので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。